はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ゲームコレクター酒館はガチャらないということでね、また家にあるね、当時書き換えをやった SF メモリーカセットのね、中身の確認をしようかと思います。ということで今回はこちらこちらって言ってもしょうがないんだけど、ということで電源オン。メディアファクトリーってことはゲームスタジオウィザードリーかな。ウィザードリーはちょっとあれで、まともにプレイすると厳しいので、死ぬ方向でとりあえず無茶して突き進んでいく感じで、これあれだよね、海外とかと違ってファミコン版に準じて 1,2,3 になってるね、確かね。いいや、1か。これなんだっけ、セレクトスイッチ日本語、そういうことか。レンガでいいか。で、これでそのまま全然プレイしてないと思うんだよね、書き換えたまんまね。これ自分で作ってないよね、こんなのはね。これ用意されてるのまんま入れちゃおうか。じゃあもうそのまま特に 何をすることもなくいきなり迷宮に入っていくと。いやさすがにね、今からねウィザードリーをね、こうガチでクリアしようって感じにはならないんですよ。あれ結構見にくいね、これっていうか、なんかすごいこう天井がこう迫ってるというかさ。例えばマッピング機能とかないんだよね、これ。これ全然マップ書いてないから分かんないよ、もう。降りるたって。いやー、ウィザードリーはさすがにね。でも敵出てこない。こんな出てこないもん、敵って。その部屋に入ると、あたりにブロンズ色の煙が立ち込めた。冒険者は急に部屋から出て行きたい衝動に駆られた。ということで。部屋には入った途端、周りに銀の霧が立ち込め、冒険者の周りに恐ろしい姿の悪魔が現れた。あまりの恐ろしさに冒険者は部屋から逃げ出していった。どういうこと？自分たちのことこれか。自分たちが逃げたことか。部屋から出たのか。全然これマップわかんないからね。やばいぞ、これ。使えばよかった。毒受けたとかじゃなくて、今やべえ、毒いきなり受けてるみたいな。そうか、でもいきなりこれやばいよ。あれカティノってなんだっけ。カティノってなんだっけ。こいつも同じかな。同じのしか持ってないじゃん。かけなかった。これ死ぬな。いきなり死ぬな。ひどいパーティーだな。
倒そうぜ。あ、やばい、毒また受けたな。あ、なんか死んだ。あ、死んだ。いやー、ひどいね。ひどいね。ひどいなー。前回ガチで、ねえ、なんだろう、まあ正直ね、シミュレーションゲームの最初のステージでちょっとミスったせいで長い時間プレイしたっていうのに比べると、ウィザードリーはちょっとミスしたらもう命取りだしね。もう最初からこれガチでプレイする気ないからこのやり方だけど、死んだということでね、死にましたということで、シナリオ変更にセーブしなくていいんだけどなセーブしなくていいんだけどな。ひどい、ひどいプレイの仕方だ。装備も買わない。あ、でもまあまあいいや。はい、これドアか。全然覚えてないな。で、いや全然もう道がわかんない。マッピングしようよって感じだねこれ。死んだな。今日のプレイ早いかもしれない。もう生き残ったメンバー。おい、盗賊このまま移動で死ぬね多分。これ死ぬな、これで死ぬな、死ぬな。でもこれウィザードリー1本しか入ってないロムか、これも厳しいもんがあるよね。まあまあ3本ソフト入ってるって入ってるんだけど、行ってみればね。いちいちセーブしないでほしいんだけどいやータイトル画面これ分かりにくいよね。あ、でもだいぶダンジョンのビジュアル違うね。違うと言われれば違うんですよね。いてえは同じだな。扉の上に注意書きがある。士官専用立ち入り禁止、扉の角に押し戻された。そうっすか。もうマッピングしてるときはこういう遊び方だよね。で、ここに行って有効的なリンク
有効的なリンク。3作目にしてやっとこう対等ぐらいのね敵に当たったね。おう、よし、綺麗に戦ってダメなんだってそろそろやられないと。よしよしよし、下のフロアに行ったのがいい、いい判断です。今日のプレーの場合、普段のプレーだったら許されない。盗賊台まで行くか分かんないけ ど盗賊だけが活躍してる感じだよね。なんかいきなり降っていくよね、これ。トマスのこの影の暗闇度がちょっとやっぱりよね。表現がいいよね。まだ誰も死んでないな。え、死んだ死んだいきなりこのタイミングで死ぬか、参ったな。強いんだな、忍者になったこの装束は。いや、分かった途端にビジュアル変えなくてもって感じするよ。いやー、テレポーターどこで、まあいいや、もともとマップつけてないからいいや。マジックシールを戦う、シールドって、うわぁ、ここで残念ながらね、死にましたね。ちなみに、シナリオ変更で、また1に戻るでしょ。で、一応線画をちょっとだけ見とくか。操作
あれ？そうじゃなくて、あれ？いいのか、あれ冒険サイク、あ、じゃねえ。あれどれ、これか。まあずるいっちゃずるいんだけど。迷宮入るのか。あれ間違えた。違う、そうじゃなくて、やりたかったのは、あれ違う、やりたかったのはそれじゃないんだ。違うんだよ、そうじゃないんだ。タイトル画面、タイトル画面。シナリオ編、これでいいのか、一応。あれちょっと待って。そっか、これで一回こうやってやらないと、これは2作目だね。ここで線画にして、これでいいのかな？一応ね、見ときたいよね、線画はね。本当は、おお、趣があるやつになりましたね。はしご、あ、そうか、2だから、2は地上、上に向かってるのか。おお、趣あるね。お、見えたるもん、なかなか趣のある、見えたるもん、見えたるものの回しにいくのか。うわ、なに、あ、うわ、引っかかった。趣あるね。これだと本当に3作の何やってるか全く分かんないけど、これはいいね。なんかもう全然どこにいるのか分かんないけど、まあ本当はね、こう、なんか、こういう動画のね、挑戦企画として、ダンジョン RPG をマッピングやりながら、マッピングしながらね、やろうと思ったんだけど、マッピング作業っていうのは多分動画映えしないんですよね。ゲーム内容的にもずっとビジュアルがね、遊ぶと面白いんだけど、多分、この、人に見せるようなプレイスタイルにならないと思うんだよね。冒険者の目の前に壮大な鳥、手が現れた。その城壁の周りは深い堀に囲まれており、堀の縁にある看板にはこう書かれている。堀に住む怪物に気をつけよ。冒険者のように壮大な、線画だけどビジュアル的にはこんな感じだったんだっけ、もともと。もういろいろ忘れてるよね。これすぐ死ぬな、多分。これはすぐ死ぬな。もう死んでるよ。ということでね、1、2、3やって、2の線画バージョンをやりました。はい。ということでね、まあ、
正直、ウィザードリー3作品入ってるけど、ちょっと今からね、プレイして、前回のスーパーファミコンウォーズみたいにね、一面どうのみたいな、そんなことをね、やれないのは分かってるんで、ちょっと今回はこれで勘弁してください。なんかすごい短い動画になったような気がするけど、次回もね、やりますので、次回に期待していただける方は、ぜひグッドの良い方、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、作家でした。